スパゲッティ、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 スパゲッティなどとも、は、イタリア料理で使われる麺類であるパスタの一つで、紐のように細長いものを言う。イタリア本国においては、数あるパスタの中で、ヌードルの一種を指す、代表的なパスタであり、よく食べられているパスタの一つでもある。スパゲッティ、スパゲッティという語は、紐を意味するイタリア語スパゴに、縮小字のついた形。 スパゲットの複数形である。原理通り、デュラム小麦粉のセモリナを使った紐状のパスタで、断面が円形で、太さは2ミリメートル弱のものを指す。と言い分ける。ベルミチェッディは、バーミセリーと英語読みで呼ぶこともある。料理法などについては、パスタを参照。小麦粉と塩の他に、イカスミや唐辛子、ほうれん草を練り込んだスパゲッティもあり、乾麺として市販されている。 乾燥されて市販されているスパゲッティの多くは茹でるのに 1.4mm 前後の細いものでも5分、1.6mm 前後の中くらいの太さで8分、1.8mm 前後の太いものだと10分以上かかるので乾燥させずにレトルトパックにした商品もある。またレトルトパックを使ってカップで調理できるようにしたインスタントスパゲッティも近年売り上げを伸ばしている。 また一部のメーカーでは、乾燥状態での麺の断面を改良して、最短で茹で上がりを2分としているものもある。茹でる時には、香水の使用が望ましい。軟水で茹でる場合には、アルペンザルツ、岩塩や苦手で硬度を補う。日本においては、ツナ缶、タラコ、辛子明太子、海苔、山菜、納豆、大根おろし、水菜などを使ったり、 醤油などで和風の味付けをしたスパゲッティ料理が広く、このまれ、で和風スパゲッティと呼ばれている。ヘルシー素材が好感を持たれ、国内外で日本人以外が和風の味付けのスパゲッティを食べることも多い。スパゲッティは主にフォークで巻き取って食べるが、店によってはフォークではなく箸で食すところもある。ソースが缶詰、瓶詰で市販されているケースは、本家イタリアを筆頭に、 各国で見られ、スパゲッティとソースを合わせた状態で市販されるものも増えている。冷凍食品から始まり、日本では20世紀終わり頃から、コンビニエンスストアやスーパーマーケットで、常温状態で売られることが普通に見られるようになった。種類も、ミートソース、ナポリタンといった日本でのスパゲッティの代表的存在に加え、和風なものやイタリア風なものまで多岐にわたる。アメリカでも同様に、 コンビニエンスストアで調理済み常温商品が販売されている。1928年、日本で初めての国産スパゲッティ、ボルカノは兵庫県山ヶ崎市南塚口町、現在のピッコロシアターにあった高橋マカロニ、高橋豊によって製造された。この商品名は高橋がイタリアでスパゲティに出会った時に見たベスビオ火山にちなんでおり、当時は スパゲッチと称した。現在は、日本製麻株式会社、ボルカの食品事業部。終戦後の1945年から1952年まで続いた占領期にアメリカ軍兵士がレーションとしてよく食べていたことから知られるようになった。大量生産の軍用食であるため、あらかじめ茹でた麺をケチャップで味付けしたものが主流だった。百五十三年当時、 東京でスパゲッティが食べられる店は帝国ホテルと CIA 東京支局初代局長のポールブルームが自邸の元料理人に開かせた田村町の壁の穴など3軒ほどしかなく帝国ホテルでは960円壁の穴では100円で提供された同店は安さとオーダーボイル注文後に麺を茹でるとアルデンテ歯ごたえを残すを実行したことにより在日外国人客や 海外通に支持された。1960年代半ば頃には広く、一般家庭でも料理されるようになったが、1980年代後半までは、日本において、スパゲッティといえば、アメリカ式のミートソースと、日本生まれであるナポリタンが総壁なしていた。外食メニューとして1960年代当時は、大都市部、東京、名古屋、大阪、福岡や、港町、横浜市、 神戸市を除けば、まだ、イタリア料理専門店が珍しく、洋食屋や、喫茶店などで食べられることがごく一般的であった。当時は麺を茹で置きしておき、茹でる時に入れる食塩もほんの一つまみであったため、麺自体にはほとんど味もコシも効いていないが、当時はむしろそのような方が好まれたようである。注文に合わせて、肉、ピーマンや玉ねぎなどと油で炒め、 単純に市販のケチャップで絡めてそのまま味付けとする方法が一般的であった、つまり焼きそばのような調理法である。また、レトルトのうどんのようなインスタント麺も多かった。こうした調理法であったため、今日のスパゲッティ水準から見れば、あまり美味とは言えないものもあった。ただ、今日では、レトロなナポリタンイタリアンなどと称される、ケチャップ炒めスパゲッティが昭和のスタルジーの風物として、 人気を得ている。こうした日本風スパゲティがかつては一部の例外を除き、おおむね一般的であった伊丹13は、1968年に刊行されたエッセイ集、女たちよにおいてスパゲティは断じて炒めうどん、焼きうどんではないと書いている。しかし、1980年代後半からのバブルによる炒めしブームが火付け役となり、 本場イタリア風の様々なスパゲッティと共に日本独自のタラコスパゲッティ、明太子スパゲッティが人気となった。そして1990年代半ば頃より、徐々に家庭での調理も本場イタリアの調理法を踏襲するものとなり、また前日のような日本独特の素材と会える方法が各種編み出された。これらの需要に応えるため、スパゲッティ用の調味料やソースがイタリアから輸入されると、 共に日本の食品メーカーが和風スパゲティ向けに各種製品を開発、販売している。また、即席麺でも日清スパを日清食品のようなスパゲティが登場している。地方で考案されご当地グルメとして根付いたスパゲティ料理も数種類ある。あんかけスパゲティ、愛知県や熱した鉄板の上にスパゲティとトンカツを乗せてミートソースをかけた。 スパツ、北海道釧路市などが代表例である。スパゲッティを両端から曲げると高確率で3本以上に分割されることが経験上知られていたが、理由についてはリチャード・ピー・ファインマンなどの物理学者が取り組んだものの、長らく不明のままった。この現象を研究したピエール・マリー・キュリー大学の研究者は2006年のイグ・ノーベル賞物理学賞を受賞している。 さらに2018年にマサチューセッツ工科大学の研究者らがひねることで二つに折れると明らかにした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。